こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。なでしこジャパンのパリオリンピック出場権をかけた試合がようやく決定した。やっとですか？そうだな。やっと決定したと言っていいだろう。というより、AFC からジッタで調整していると連絡がありましたが、正式発表ではない中での移動を余儀なくされてたんですよね。暫定情報での移動ってどうなんですかね？私だって霊夢と同じようにこの件については憤ってるさ。気持ちを抑えてまずはそれを伝える記事を見てみよう。なでしこ24日北朝鮮戦キックオフ時間ようやく決定。日本時間午後10時4分、試合3日前にサウジアラビアジッタで行われるサッカー女子日本代表なでしこジャパンのパリオリンピックアジア最終予選第1戦北朝鮮戦24日のキックオフ時間が日本時間午後10時4分現地時間午後4時4分に決定した。日本サッカー協会 JFA が22日発表した。会場は昨年11月の男子ワールドカップアジア二次予選シリア戦と同じでプリンスアブドゥラールファイサルスタジアム。パリ五輪の最終予選はホーム&アウェー方式で行われ、2試合合計の勝者が五輪出場権を得る。当初は第1戦が敵地の平壌開催で決まっていたが、 AFC が試合運営面などの問題から北朝鮮に中立国での開催を提案。サウジアラビアを提示したが、北朝鮮は中国での実施を希望して一度拒否したが、中国開催が不可になったためサウジアラビアでの開催が決まった。正式決定は試合の3日前だった。なでしこジャパンのメンバーは21日に現地に集合。英国で待機していたイングランド女子スーパーリーグ所属のディフェンダー清水梨沙、ミッドフィールダー長野風から4選手も合流した。試合3日前に決定ですか？ああ、前代未聞だ、こんなことは。私も本当かどうか疑ってしまったよ。すぐに AFC のサイトに行ってスクショしてましたからね。それほどまでに信用ならなかったのさ。なでしこジャパンのここ数日の動きをまとめてみました。一応確認できた範囲のものを列挙したぜ。19日に AFC から中国案はなくなった連絡が来て、そこから大慌てでサウジに移動って感じだな。現地の宿泊場所やトレーニング場ってどうやって手配したんでしょうね。代表スタッフの方の苦労を考えると頭が下がるだけだ。飛行機やビザの手続きとかも考えるとゾッとするぜ。このような国際大会の手配は前もって準備できていなければならないですよね。そりゃそうだ。主だったものを少し書いただけで、これ以外にもやるべきことがある。それをたった数日でしなきゃいけないとはな。スタッフの皆様お疲れ様です。一方の北朝鮮の選手たちの動きはどうなってますか？その北朝鮮側の記事もあったので見てみよう。女子サッカー北朝鮮の選手団経由地、北京でリラックスした表情も。パリオリンピック、女子サッカーのアジア最終予選で日本と対戦する北朝鮮の選手団が22日、試合が行われるサウジアラビアに向けて、経由地の中国、北京を出発した。北朝鮮の女子サッカーチームは日本時間の22日未明、経由地である中国・北京の空港から日本との試合が行われるサウジアラビアに向かった。北朝鮮選手、考える邪魔をしないでください。試合について考えなければならないので。空港内で時間調整をした選手らはメディアの取材にはほとんど答えなかったが、時折ゲームをしたり笑い声を上げるなどリラックスした様子を見せた。ホーム&アウェーの方式で行われる日本と北朝鮮の試合は当初24日に北朝鮮の平壌で行われる予定だったが、試合の準備が難しいことなどを理由に中立地での開催が検討され、サウジアラビアで試合が行われることになった。出所不明な情報でもうすでに中東にいるなんて噂もありましたね。なでしこジャパンよりも遅れて現地入りしそうだ。もし事前に中東にいるならわざわざ北京経由でサウジアラビアに行くこともあるまい。結局、北朝鮮も直前移動ということになったんですね。第一戦は北朝鮮のホーム扱いになるのだから、北朝鮮に有利になるように仕向けられてたと思ってた。私もそう思っていました。これだとただ決定まで時間がかかっただけで、ホーム側のチームが有利ということではない。一体この調整の遅れは何だったんですかね？私の個人的な考えだが、平壌でやりたかったんじゃないかなと思っている。AFC からの指摘が入ったからといって、すんなり平壌以外で試合をしたいとは思わないだろう。中国とか検討している間に平壌開催を模索してたんじゃないかな？確かにその線もあるかと思いますが、結局全く関係ないサウジアラビアになりましたよ。最後の最後は AFC がイニシアチブを取ったんじゃないですか？AFC が平壌開催に難色を示していたのに、そこで試合をさせるとは思えないですよ。確かに北朝鮮とサウジアラビアは国交がないからな。ここでネットの意見も見てみよう。コンディション作りの観点から言って許されない不祥事だと思う。北朝鮮には何を言っても通用しないだろうが、その分 AFC が強制力を持てコントロールしなければならなかったはず。北朝鮮を不戦敗にするべきだったんじゃないのか。3月の男子の対戦にも不安がつきまとう。これパリ五輪への切符をかけた大事な一戦ですよね。そもそも AFC は舐め腐ってるし、サッカー協会はこれに対しアクションを起こさないんすか。一番選手がかわいそうです。女子サッカー軽視としか外野は見えません。
政治とスポーツは切り離さないといけないのでは。素直に受け入れる JFA は日本の選手のことを全くと言っていいほどに考えない何とお人よしなのだろうか。サッカーは戦いなのだから健常の美徳なんていうことはありえないことで、相手チームの不戦敗を強固に主張するべきではなかったのか。どうですか、 JFA でその立場にいる人。この教訓を男子サッカーにも生かさないといけない。男子も北朝鮮と対戦するんだから、何はともあれなでしこには試合に集中してもらいたいですね。サッカー男子は3月北朝鮮平壌で戦う。サッカー女子のようになんとかならなかったのか。杭州でのアジア大会で日本選手に威嚇をした北朝鮮の選手にはとても驚いた。日本から水をもらったくせに威嚇とか、動物園の動物でもしない。これには海外のメディアも驚いていた。北朝鮮は自国でできないならと中国を希望したが、その中国が拒否してサウジアラビアになっている。とにかく北朝鮮での試合はやめてほしい。できるなら北朝鮮との試合もやめてほしい。選手が怪我してからでは遅い。そういえば3月にはサムライブルーとの試合もあるんですよね。困ったものだ。せめて普通にスケジュールが組めるのであればいいのだがな。普通に行かないのが大問題なんですよね。一体何が行われたのか、今回の事象を整理して AFC には説明してもらいたいと思います。そうだな。こんなこと選手のためにならないのは明らかだ。次回以降同じことが起こらないようにルールの策定などを行ってもらいたいものだ。なでしこジャパンの皆さん、逆境に負けずにパリオリンピックの切符を掴んでください。さて皆さんはこのニュースをどう見ましたか？このチャンネルではサッカー日本代表を中心に情報やネットの反応をご紹介していきます。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。またこのニュースに対して何か感じたことがあればどしどしコメントください。それではまたね。またね。